こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。2023年2月28日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュース届いてます。はい。今週は海外、地域、スポーツ、ゲーム、芸能、漫画。さあ、様々なテーマ、今週もございます。はい。いつも通り引いていただきます。うん、もうちょっとこっち。ちょっと、そう。アクリルがあるから、ちゃんと入れてくんないと。なんでそうやって意地悪すんの？いやちょっとこれ何これ、本がちょっとね、そんな入れなくていいよいい、そのアクリルの下からそんなにこっちに入ってこないでいいよ、俺指さすから。どれですか？なんだよこれ、初回じゃねえんだからさ。いいよ、こんな入れてくんなってアクリル初期の遊びじゃんこんなねえ、もう飽きてんだって、ね、懐かしくなるからもうちょっとしたらこれもそうだね今のうちにこういうのを やってなかったなっていうのもあるからさ。アクリルがいろんなとこに立ってたねなんて言うんだろうね。いやマジでそうっすよ、なくなるぜ。うん、うん、あっちゅう間になくなるんですよ多分ね。うん、懐かしいなってなりますよ。そうだよ、だって小学校のさ卒業アルバムの後ろとかにいろんな歴史載るじゃんか、うん、俺らの代で言うと千代の富士優勝みたいな、はい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 、あそこにアクリルの写真とかさ、あコロナの話出て、だまさにそんな時代もあったねと。あ、出たのね。うん、いや本当にそうなりますよ。話になってくるよね、出来事っていうのはね。本当に巡り巡るよね。本当だわ。アルコ&ピース。違う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 。ゴシップ引いてください。これ。はい、さあ何でしょう。スポーツのゴシップです。うん、ラジオネームポーク&ビーンズ。あっち向いてホイのプロリーグ。通称ホイリーグが発足。全試合アベマでライブ配信。アベマだろうどうせ。揃いのユニフォーム着るんだろ。マージャンのね、Mリーグみたいに。スポンサーの入って。スポンサー入って。男女混合なんだろ。綺麗な人もいるんだろ。いるね、絶対いる。アイドル的な。めちゃくちゃ可愛い子いるね。うん、おじさんもいるしね。そう、いや意外とおじさんが強くて。そうそうそう。運ゲーじゃない、でもだってあっち向いてホイって、うん、いやどこなんだろうな、あっち向いてホイって筋ある、勝ち筋なんてあんのかな、うん、でもなんかわかんない、なんかさ勝つ時ってさ、その事前にちょっとあわかるみたいな、わかる時ある、磁力が働くみたいな、うん、あるある、あこいつこっち向くなっていう不思議な感覚、うん、あるある、指先にさじりじりじりってちょっと来ない、ちょっとわかる、わかる、あこれ勝てるっていう時、うん、勝つの必ず、そう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 、で負けると思った時に負けるしね、うん、でもじゃんけんやってこうポイってやると2回運ゲーやってるだけだ、うん、そうなんだよね、どっちかでいいやつそうだよね、あれどっちかでいいよね、先行ここでやるから、じゃんけんなしで、あっち向いてホイだけ、ああじゃんけんなしで、はいはいはい、えあっち向いてホイ、お互いが急にってこと、先行であっち向いてホイ、次後攻であっち向いてホイ、ああ交互にね、交互に、あうんじゃないですか、俺あただ1回の運ゲー、えやってみ、やっていいですか、うん、あっち向いてホイ、うわ俺右行ったけど、平子さん上だね、うん、分かった、今全然負ける気しなかった、あ本当ですか、あごめん勝てる気しかしない、あやば、行きます、はい、あっち向いてほい、ほら上向いてほら勝ったあれいけんじゃない、ホイリーグホイリーグいけんじゃない、芸人さんか、そうだね、勝てそうな気したけど今、今俺絶対に行ったと思ったわ、すごい裏書いた気したんですけどね、俺その裏書きをすぐ分かった。で、お前の裏は俺にとっての表だわ。いや、これいけるって、マジで。ホイリーグ。これは架空だからさ、うん、俺が発案っていうか、お気に入りみたいになって。うん、誰に言えば、藤田社長？藤田社長。アポ取って、はい、アポ、アポちょっと話ぐらい聞いて、うん、どうしましたってはなるよね、うん。いや、いけんじゃないですか。事務所通してアポ取ったら。うんうんうん、藤田さん、ホイリーグを。ご提案させていただきたい。ホイリーグ、あ、あっち向いてホイのリーグを一応ちょっとだけ聞くだろうな、ちゃんと柔軟なやっぱり会社ですからね、何でも取り入れますから、途中から俺も汗かいてきて説明むず賞金もでも出ますからね、出るね、こういうのは、いや意外と熱いと思うんだけどね、盛り上がりそうですけど、うん、もう一つちょっといきますか。じゃあ、芸能ゴシップ。はい。ちょっとよくわかんなかったですけど、ラジオネーム、チーズ撲滅派。石坂浩二、自宅の電話番号がフリーダイヤル。何だこれ。これ何これ。
なんで0120あれ、ね、フリーダイヤルって企業はあるじゃんか、うん、あれって何、フリーダイヤルっていうのは企業があれをかあのお金を払ってるわけだよね、うん、じゃないですかね、でフリーダイヤルを引いてんだよね、うん、個人でもできんのかな聞いたことないな、懐深いけどね、いつでも電話しておいでってことでしょ僕が払うから、そう懐の大きさはありそうですけどね。ね、石坂浩二さん。いっぱい話がしたい。アルコ&ピース DC ガレージ。あー、イエス。改めまして、こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。お願いします。今年は、ウルーではないので、うん、明けて3月ということになります。なるほど。そっか、そういうことですね。そういうことですね。3月入ると、ひな祭りがあるじゃないですか。うんうんうん、酒井さん、娘さんお生まれになって、初めてのひな祭り、はい、うん。どうなんですか、ひな人形って、もうこの時点であるの？ないです。今のところはないけど。まだない。何歳とか関係ないよね、でもね。ないみたいですね。関係なさそう。やばって、奥さんの実家の方に、はいはい、とんでもねえひな人形あんだって、五段五段ってやつでしょ、うん、何百万したんらしいんだけど、はい、それケンちゃんいるっていうか、うん、うちなんか無理、そんなしまい場所もねえしね、ねえし飾れないしね、うん、全然米米クラブぐらいいますよメンバーそうだね、うん、いや本当そうだね、本当にあんな無理ですよ、うちも実家もでっかいのあったけど東京では無理だもんね、うちはだから一段、あ、一段のやつは、うんうん、ああ、酒井さんもそういうタイプを買って飾るのかね、まあそうっすね、今んとこ赤本行ってちょっと見るぐらいだもんな、あ、うん、ミッキーとミニーのひな人形でしょ、違う違う違う、ミッキーとミニーのやつじゃないって、キティひな人形、キティひな人形じゃねえって言うほど、なんでこんな否定するのそうね、否定する必要ないんだよ、これ何なんですかね、可愛いじゃんめちゃくちゃ可愛いしお手頃価格で買えるじゃん、うん、ああいうの、そう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 、うんうん、そうだよ、めっちゃいいけどね、うん、いやちげえよって言いたくなるの、うん、何なの、うん、何なの、不思議な感覚だ、本格派で痛いみたいなさ、うん、分かんないけどな、ひな人形に関してね、分かる分かる、こういうのお前はずっと俺に言ってきたんだからね、俺多分言ってんだよ、2年も3年前も何年間も、俺はいつかお前に復讐するからな今まさにその時なんだ、うん、そうだよいやでも確かにね、やんなきゃなと思ってますけどね、 SD ガンダムのひな人形にすればSD ガンダム武者ガンダムひなあんのかな、ありそうだな、ありそうじゃない、ありそうだな、それか SD じゃないガンダムのひな人形、いやいやいやちゃんとしたやつ、等身大のちゃんとスタイルいい方のやつ、和装似合うのかな、いやいいね、あのなんかさザクとかさ、あのスカートみたいなやつとかいるじゃん、ああいうのとかもさ、いいね、素敵じゃない、いやいやいや、ちゃんとしたやつにします、本格的なやつにしますって、もし買う、なんだなんだ、いきます、いやうちはもうそんな広くないが、もう1段2段でいいですよ、2段、うん、分かんないけど、2段とかってある、あんじゃないですか、そうそう、じゃあ上が SD、 え、上 SD で下マジモン、下がサンリオ、サンリオサンリオひな人形あるんじゃないのかな、5段ぐらいの、いやあるでしょ絶対、みんな半魚丼とかも全員揃ってるよ、絶対ある絶対ある、ねえ、いやそれミックスしちゃダメよ、スーパーロボット対戦みたいになるよ、いろんな、いいじゃん、仮面ライダーとかさ、で3段目マリオでスマブラじゃないかで参戦させてさ、簡単にさリンクとか入れて、リンクめちゃくちゃ可愛いけどな、めっちゃ可愛い、 USJ ひな、うわいいな、まあまあまあ、うん、まあねえ、可愛い、いいじゃん、絶対ミニオン対応されてるじゃん、絶対、あああるね、ねえ、あ可愛い、スパイダーマンとか、あいいね、マーベルひな人形だってできるしね、ああ、うん、あんのかな、マジで、じゃない、マーベルひな人形いいな、ねえ、うん。作りなよ自作、自作自作、 SD ガンダムの自作ひな、それラビットで紹介してよ今日はこの自作のひな人形を紹介しますおい酒井さん何ですか SD ガンダムのひな人形アンケ
けど通んねえよ。SD ひなだけ入れて。いやでも本当、え、どこに飾ってんすか？玄関？玄関じゃないです。何？サイドボードっていうんですか？ああ。うん。あれの上に。今花瓶とか乗ってるところをちょっと撤去して。うん。ひな人形の時期はそれを置きますけどね。いつまで？3月3日前に飾って、3月？いやでもほら、なんか片付けるの遅れるとさ、なんか言いますよね、嫁に行き遅れるとか、はいはいはい、でもそういう時代でもないわけだから、そうだよね。うん。言うよ、そういう時代でもないよって。うん、ライフスタイルが変わってきてんだから。そうか、うん、ずっと飾っててもいいわけだ。いいいい、それ気に入れば。ちょっといろいろ考えないで見とかないとな、いろいろ。ずっと飾っておけるような人形にしてもいいしね、ひな感を少し薄めて、うんうん、それだから SD ガンダム7割3割ちょっとひなっぽい雰囲気とかで、ちょっとエヴァみたいなんだよ、なんかでジオラマで OK じゃん。肩やられてるやつとか溶かしてさ、加工できるじゃない、上手な人が。何があったんだよ、そのヒナの世界観のガンダム。みちょぱのハトコが世界選手権代表内定だそうです。見ました、ニュースで。陸上選手、うん、競歩の選手だそうです、うんうん、東京オリンピックで銀メダル、はい、去年7月の世界選手権でも金メダルを獲得した世界トップレベルのウォーカー。うわ、銀そうです。ウォーカーって言うんだ。競歩の選手、ウォーカーって言うらしいです。これでも、銀取った時には、こんなニュースになってた？最近だよね、先週とかだよね、このニュースね。そうですね。うん。うん。確かに、東京オリンピックの時こんななってたかな。なんかほら、千鳥のノブも、ハトコだっけ、いとこだっけ、まあ、なんかのすごい世界的な選手で、芸能界も入って、なんか事務所入ったみたいなニュースになってたよ。はあ、女の子、かわいらしい子。そうなんだ。やっぱすごい人って親戚もすごいね。ああ。あるかもね、うん、そういうのね。競歩はでも大変だよね、あれね。ルールが厳しいんだよね。いや、難しいっすよ、あれ。世界大会でも1割の選手はゴールできないこともあると、はあ。ああ、やっぱその失格者が。ルールが厳しいということ、失格になっちゃうんだと、やっぱ。足がどっちか片方ついてなきゃいけないとか、膝曲げちゃいけないとか、とにかく走っちゃいけないんだよね。そんなことある？すごい、俺、競技だと思うんですよ、競歩って。だから、1位を狙うわけじゃん。はい。もちろん優勝を狙うけど、急ぐけど走っちゃダメ。タイムを競ってるわけだけど、うん、マックスでやっちゃダメなんですよ。そうなんだよね。思いっきりやらしてほしいですよ。歩いたら勝てない。走ってもダメ。ダメ。だから、その、ちょうど中間のグレーゾーンを続けなきゃいけないっていうね。すごい競技っすよね。本当だね。50キロだっけ、競歩って確か。嘘、そんな。確か、マラソンよりも長かった気がする。そうなんだ。ずっとムズムズしながら。うん。そうだね。メンタルの競技かもしれないですね、だからね。うん、そうだね。うん。そうだね。うん。よっぽど精神強くないと。走るもんね。うん。もう走っちゃうもん。俺もう100メートルぐらい行ったらもう走るわ。もういいやっつって。そうだよね。もどかしい気持ちがね。もどかしい。うん。強くなっちゃうもんね。いや、すごいね。やっぱ親戚にそういう人いるって、やっぱ。ね。誇らしいよね。います？親戚。すごい人？すんげえやつ。親戚、うちはでも、いとこ海外ガチ勢だからね。ロスにお姉ちゃん結婚して住んでて、いとこのお姉ちゃん。で、もう一人、そのお姉ちゃんの妹、そのいとこだけど、ケンタッキー州で結婚して、うん、旦那トヨタかなんかな、トヨタだ、うん、ケンタッキーかなって言って、うん、で俺のそっちじゃない別ないとこ、俺とための男の子は、うん、バンクーバーっつうかな、カナダ、あれ、あ、そっから今ロスかっちの方に行ってんのかな、それも。本当ですか？本当本当マジで。うち海外ガチ勢なのよ。だから来たじゃん、俺らがさ、あのロスのロケ行った時も、うん、あの治安の悪いモーテルに泊まらせられてさ、はいはいはい、そこにいとこが来てブチ切れたんだから、勇気すぐ出な、こっからテレビ局だよね、なんでこんなこと泊まらせるんだな、うちおいだよ、もうあったの、とんでもねえとこね、そうそうデンジャーゾーンあった、危ねえ危ないっつって、あったあった、あ、ガチ勢か、だからうちの弟
と妹もみんな一回海外留学とかしてるし、海外行くんだよね、うちの周りは。なるほどな。います？誰か。まあ、ヤバタンのパパが元競輪選手っていうのあるし。でもそっち、配偶者の横つながり入れちゃったらキリないやん。あとね、これ、本当に赤ちゃんの頃しか多分会ったことないんですけど、毎年年賀状くれてた、プロゴルファーの人いるんですよ。そう。そうなんですよ。もう多分もうやめちゃった。母方？母方、気仙沼の方の。いるんすけどね。もう多分やめちゃったっていうぐらい、もしかするとまだやってるかもしれない、ね。まあシニアとかもしかしたらね。わかんないですけど、結構、ちゃんと年賀状くれてましたね。へぇ、プロゴルファーだから一応一歩リードするんですよ。アスリート、いや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 、アスリートっていう観点で言ったら。あ、でもさっきの、はい、その、いとこは、はい、嘘なしです。いや、嘘じゃないです、本当に。モトクロス競技の第一人者。第一人者？モトクロスを作った。え？モトクロスを、モトクロスの優勝者。どっちですか？優勝者？であり、第一人者。ダメです。勝ちました。ね、あ、待って、待って。と、じゃあ、その、いとこのお姉ちゃんは、マイクロソフト社で、革命を起こしすぎてクビになって。嘘すぎる。嘘すぎるって。何それ。リアルな、リアルなやつ。うちの、友達って言うとしちゃった。友達ダメです。友達ダメ。さあ、ということで、アルコ&ピース DC ガレージ、本日も最後までお付き合いください。アルコ&ピース DC ガレージ。アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。明治株式会社明治宣伝部の大口です。明治アーモンドチョコレートは今年で60周年です。長く愛されている美味しさの秘密、それはカリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。これからもよろしくお願いします。順調な人生がいいとは限らない。ちょっとだけ進んだり、たまに大きく進んだり、来た道を少し戻ったり、一回立ち止まって休んだり、振り出しに戻ったり、その方が人生は面白い。さらば青春の光単独ライブスゴロク、5月16日から開催。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。東京から全国6都市へ一つずつコマを進めます。ファクトラーリオ、アルコ&ピース DC ガレージ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。友達だったらいるかもしれないって今話です。すごいね、福ちゃんの、ね、地元の友達知り合いの弟の横の流れで、千利休の末裔がいる。すぎる。千くん。千くんはちょっとすごいよ。宇治にいたっていうね。嘘じゃねえか、これ。ね、で、コーヒー好きだったら嘘。ちょっとキャラつけすぎてて。スタバでバイトしてました、それ。抹茶ラテ作るの下手だったらいいね。いやいいね。いや、すごいね。俺が欲しいのそのラインなんだよな。線はいいね。めちゃくちゃかっこいいよ、武将でもないっていうのはいいね。うん、武将とかじゃなくて。そうだね。うん、線くんってもう、はあ、かっこよすぎるよ。でもなんか知んないけど、いいやつなんだろうな。うん、穏やかな。穏やかで。ね、うん、あんまりこの話されると、いや、ずっと昔の人だから僕もわかんないよ。みんなと一緒。歴史上の人だもん。わかんないよ。すげえな、好きになるな、千くん。あ、掛け軸は小さい頃見たことあるけど、子供の頃なんか漢字だらけでわかんないから興味ないじゃん。いいやつだな。
すっげーな、友達になりたい。好きなものはバームクーヘンだから。そうなの？すげーな。いや、いるって、でもいるよね。まあ、そんなんいるでしょ、ね、全然。だ、まあ、徳川家とかさ、うん、そういうのもいるわけでしょ？今もだっていますよね。うん。普通に。織田信長、ね。織田家とか。あ、そうだ。だって、信成、織田信成さんはそうなんでしょ？うん。だって、伊達さんもね。そうだ、そうだ、伊達さんもね。サンドウィッチマンの伊達さんもそうだし。俺は平野正門の末裔だし。いやいや、え？え？正門の末裔じゃないでしょ？俺？俺でしょ、だから。俺って。平の子だからね。子孫。平の子孫の、だから、正門の末裔。うん、あ、直のね。何も言ってないよ。枝分かれしてとかじゃない。言ってないよ、俺何にも。だから、じいじがさ。じいじ、そんな、じいじ。ちけえな。ちけえな、正門。昭和生まれなの。俺もほとんど覚えてないけど。そんな、そんな歴史の話じゃないのよ、うん。もっと奥なのよ。だから、まさかの呪いの具現化が俺だから。呪いなんだ。有名ですよね、まさかの。うん、そうよ。まあまあ、じいじ落ち着いてよって話だよね。でも、うっすらはあるでしょうね、名字が。もちろん、平家の。平家の。ね、平の。うん。あるだろうね、多分。うん。うん、一応、だから俺も新選組の坂井ってついたから。ずっと言うな。いや、マジで。絶対そう。俺、忘れたわ。酒井っていう人がいたんだよね、新選組にね。うん、いました。一番端っこに。端っこの、うん、なんか、うわ、こいつ入ってきたわ、みたいな人でしょ、写真に。うん。でも、え、ね、こいつ写真入んのみたいな人でしょ。逃げたんだけど、なんか、見から。途中で逃げた。そうそう、そう。怖くなって。逃げて、はい。処刑されたかなんか。の末裔。末裔。酒井の呪いだよ、俺も。呪いのコンビで。牛若丸がいいね。あー、牛若。かっこいいな、ちょっと待って。え？俺らのフォルムさ。待って、俺弁慶だよね。え？やっぱ。ちょっと若丸さん。嘘？あれ？なんかフォルムなん？シルエットは。いや、そうなのよ。まさによ。まんま。小さい頃、聞き伝わった。こんな言ったらあれだけど、お笑いコンビ結構このシルエットいるからね。すんげえでっけえやつと、小さいやつは。いや、それだね。マジで。ある？うん。そんなこと。弁慶が、槍をこう背中に受けて、仁王立ち？はい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 。うん。ちっちゃい頃聞かされたような気もしないでもないわ。55発でパチ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 。ああ、うん。あったのかな？うっすらしか覚えてないけどね。うっすら覚えてんかい。すごいな。うっすら覚えてるの？でもある、意外とあるんだよ、うん、でも。よしつねってことですよね。だからね。俺は。牛若丸。何の？よしつね。源のよしつね。の小さい頃なの？牛若丸。弁慶は？弁慶は、ああ、弁慶ってなんだろう。え、進化しないの弁慶は。弁慶そのまんまじゃないです。弁慶もそもそも何なんだろう。そもそもが進化したスタイルが弁慶なの。じゃないですか。そうかそうか。弁慶はずっと弁慶ですよ。え、そっちは進化するんだ。そうですね。え、弁慶が助けた結果進化しちゃうんだっけ。いや、グレードアップ。どうだったっけな。確か、弁慶ボコったのか。え、牛若丸が、え、弁慶がなんかさ仁王立ちでさ、うん、弓とか刺さったけど動かなかったみたいなのあるじゃん。 あ、ありますね。あれは守ったんじゃなかったっけ。その後の話です。その後でしょ。その前にまず牛若丸が弁慶ボコボコにして。違う違う違う、それはうんうん、なんでじゃあ守る必要ないじゃん。五条大橋で生きてる弁慶を俺がボコったんですよ。うっすらありません。その後俺が盾になるの。盾になるんですよ。お前が雑魚だからってこと。いやいや、俺はボコってるから雑魚じゃないっすよ。いや、俺が盾にならないとお前は死んでたんでしょ。お前はって言ってた。このラジオ何ですか。俺だと、俺だと、俺だと一緒やん。一緒やん。お侍ちゃんとかできちゃったよ。
でもいるんだよ、そういう人が実際に。まあそうです。自分だってな、誰の血が流れてるか分かんないからね、本当に。まあね、辿ったら本当に分かんないですよね。うん、そうだよ。うん。じいちゃん、ひいじいちゃんぐらいだもんね、分かるのって。ギリでしょ？家系図とか実際あったとかって。その後分かんないもんね。菊田も。菊田家。菊田家ね、ひいおばあちゃん、実際に、俺も記憶ないですけど、ひいおばあちゃんですね。うん。うん。ギリ覚えてる。ギリ。俺、ひいおばあちゃん生きてたからな、結構小学生まで。ああ。小野家のね。小野家と平子家だから、うちは。ああ、小野。由緒正しき。はあ。これはなんかあるよね。ありそう。小野家。小野誰だろう。小野の。あ小野の行きます小野の小町さん。小野の小町。うん。ああ。妹子も。妹子。古いっすよ、小野の妹子さんなんて言ったら。うん、すごいですね。そしたら妹子と小町と、うん、と弁慶と正門、すっごい勢ぞろい、親戚一同勢ぞろい。すごい盆と正月のやつが誰神座になるんですか。誰が一番先輩かも分かんないね。そうだね。うん、雰囲気まさかどっぽいけどな。まさかど、雰囲気はね。小野の小町は美女。あ、そうよ。そうですよね。うん。うん、小野の妹子は男だろ。男。俺はそこ騙されないからね。さすが。俺は学んでるからね。これはね。え、男なのってなりましたもんね。そう。誰かの本のコピーであったの。あれ、ケンズイ。ケンズイ。ケンズイだっけ。ケンズイですね。あいつはね。うん。ケンズイ氏。海外にも行ってるし。もう古いっすよ、あれも。古いよ。そっか。ものすごいな、松江。すごいよ。でも、ま、弁慶、感はありますからね、やっぱ。俺は弁慶、いろんな枝分かれして、いとこだなんだって、発生していく中で、俺は、だから弁慶の直系。うわぁ、すごいな。いろんな人が覚醒でんだろうね。だからね、おかしいと思ったの。両親が俺、そう、大きくないのよ。で、俺の兄弟は別に大きい人いないの。みんな。はいはい、俺だけなの。ああ、うん。だ弁慶じいじの覚醒。うん、俺、五条大橋で笛吹いてますけど、こう。やめて、頼む、やって。俺、新幹線台出すからさ。やってほしい。何のためにやるの。で、僕は松江なんです、松江ですって言って、お願い。ひどいよ。夜な夜な現れてよ。でもボコったわけですから。で、牛赤丸は、ね、俺は僕はボコったんだって警察署で話して。ボコったのって。いやいや、でもいるだろうね、うん、リスナーとかでも実はっていうのは。だからファミリーヒストリーすごいよね。はいはいはい。ね、ガチのね。全部わかんだから、その辺は。松江。いや、いるよ、絶対に。絶対いるだろうね。うん、嘘なしで言えばね、うん。うん。面白いだろうね、それね。ね、うん。いや、マジでものすごいのがいたら送ってほしいよね。うん、ただ、本当に悪ふざけしたら、強ざめ。嘘は。いや、マジで。ずっとやってましたよ、悪ふざけ。ほら、俺が言うからいいの。小野の小町、小野の妹子、なんかあの、全部の。だけど、まさかどじじいじがって、わけわかんない。ふざけ切ってんじゃないですか。もうないよ、ふざけるところ。可能性はあるじゃん、そういうのは。こうやって笑ってふざけてるけど、うんうんうん、あるんだよ。うん、だガチのやつ、本当に、系譜としてガチで、伝承されてるその話もね、はい、ちゃんとケースもあって、うん、っていうなら聞きたいね。ああ、聞きたいね。送ってほしいよね。ああ、うん。ちょっと募集してみます。俺らも張りが出るよね。あいつの、あの人の末裔がラジオ聞いてんだっていうの。ああ、確かに。うん。うん。それを募集しましょう。ちょっと、待ってますよ。うん。いいっすね。言ってもふざけない。くんの、くっからな。くっつないよ、そういうやつ。まあ、散々。はい。まあ、この平子さんとか、はい、まあ、もういろんな方にも、まあ、子供もできたし、うん、免許取れと。あ、
言われて。普通自動車免許。もう相当長いですよ、もう。僕。相当、そうですね。子供ができるとか、結婚するとか、以前にもう免許取れって散々言われてきました、ね、うん。まあ僕も遅かったけど、僕は37ぐらいで取りましたから、それはもう超えてますからね、坂井さんは。うん、いや、もう、さすがに。はい。いかないとまずいかな。いいじゃないですか。なんかね、うん、あの、奥さんとか家族と一緒にテレビ見てて、うん、王様のブランチやってたんですよ。はい、はい。で、あの、コジドライブって今こうなって、うん、小島さんがなんか、うんうん、ドライブしていろんなとこ行くみたいな。はい、はい。で、なんか栃木とかそっちの方行ってたのかな。うん、うん。あ、こういうの行きたいねって、うん。言ったんですよ。ボソッと。ボソッと。ヤバタンが。これ確かに俺、栃木にもし行くとしたら、うん。新幹線で行って、うんうん、じゃ餃子屋行こうってさ、タクシーでいろんなとこ回って行かなきゃいけないとかって考えたら、うんうんうんはい、これマジで免許取んねえと、なんか、守備範囲が狭まるなと思って。もちろんそうですよ。うん、これはもう、早急に行かねえとマジっていうことに、気づきまして。なるほど。日の丸。お目黒日の丸。目黒日の丸。大志区科学自動車学校が。ちょっとネットで検索し、まずはして。はい、はい。事前に申し込みをまずしなきゃいけないですね、ネットで。うん、うん。申し込み、ポチって。はい。で、いついつに行きますっていうことになって。予約。先週ちょっとね。行ってきましたよ、ようやく。行きました。目黒と恵比寿のあの中間地点。どっちの駅行きゃいいんだろうっていうのが、そうなんですよ。マジであるから。ああ都会のダンジョン。本当に。どっちなんですかね、正解は。これね、どっちも同じぐらい。いや、でも、ベイエリアに僕は住んでるんで。はいはい、そうだね。これまあ、仕事とか合間に行くときは便利だけど、とかって、うんうんうん。はい、そうですね。家から行くのって結構大変かなと思って。うん、うん。一旦一発、うん、タクシーで、うん、どんくらいかかるもんか一回行ってみようと。家から。初回。はい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 。で、タクシー乗って、うん、日の丸自動車学校までお願いしますって言って、うんうん、しばらく走ってたら、うん、運転手さんが、うん、お客さん免許取り行くのって。おいや、まあ、それも先輩に当たるわけだからね。まあまあ、運転手さん。そうそうそう。今混んでんじゃないのとかって言って、うんうんうん、大学生とかもいっぱい行くし、うんうんうん、いやそうかもしれないですね、うん、俺ね、これその人言ったまんま言いますけど、うん、免許全部持ってんだよねどうもとこういう人だね免許全部全部持ってる。いや相当な数だよ。二輪大型なんとかなんか全部取ってんだ。だからもうすっごい好きらしくて全部持ってんだって。調理師免許持ってんのかなと思ったけど。いや、そうだね。いや、そういうことになっちゃうよ。で持ってるっていうか、そう、なんか、いや、昔はもうひどくてね、とかって教習所も。もうバイク取るときなんか蹴られたりなんかすることもあったしとか。はい、はいはいはい。聞くね。いや、そんなん聞いたらちょっと俺も怖えなと思って思いながらさ、ずーっと昔の教習所の話。いいやん。原付き取ったところから16で、原付き、まず取って。蹴られながら。大型なんとか特集なんとかみたいな取るまでの歴史を。歴史長えな、結構取ったな。つまして全部取ってたわ、本当に。聞いてた。結局なんかもう、ビビり散らかして俺そんなん聞いて。そうだね、ただでさえ緊張するからね。いや、頑張ったよ、とかって。なんか、まあいいおじさんではあったんだけど。はいはいはい。タクシーついてみたら、うんうん、7000ぐらいしてる。あーいやーいや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 と取れるぐらいに大破産だよね。大破産、うん、大誤算。本当にこりゃもうこの1回でやめとこうと思って。でも僕も日の丸でしたからね。パイセン、パイセン、大パイセンですよね。首席卒業のって言われてましたもんね。首席で卒業なさったっていう、うん、ロビーに貼ってなかった、上のところに。いや写真とともに。いや、わかんないですけど、まあ、入り口あそこ、ウィーンって開いて、うん、階段があるんです。階段あります。階段登って受付があるじゃないですか。うん、はい。その階段までの壁に、うん、
な、誰のかわかんないけど、うんうん、もう手形がね、いっぱい、そうだっけ、貼ってあったんですよ。はい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 。ちょっとだけ、うん、主席だったら平尾さんに行くんだよ。引き体で。ちょっとだけ探した。H。H。多分地域のなんか、お父さんとか多分、はい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 、なんかそんなんだと思うんですけど、はい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 、多分ね。うん。若い頃の写真、仲間たちとのね、サムズアップして。トップガンじゃん、そんな。ねえよ、そんな。そんな写真。ショットグラス割ってるやつ。ああ、ついにですか。ついに来ましたよ。なんかね、その、王様のブランチ見たっていうのもあるんですけど、うん、あの、雪降った日に、うんうん、すごい思い出したことあって、うん、僕、小学生の頃に、うん、親父がスキー連れてってくれたんですよ。うん、スキー行くべって急に言い出して、うんうんはいはい、で、車で行ったんですけど、うんうん、途中ですごい雪道になっちゃって、うんうんうん、チェーンつけんべってなって、もう、パーキング止めて雪だらけになって、はい、親父が、はい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 、なんか付け方説明書びっちゃびちゃになりながら見ながら、うんうん、あの頃ジャラジャラのチェーンみたいなやつだよね。そう、うん、一回一回車ちょっと動かしてみたいなやって、はいはいはい、あー着いた予約つけたわとかって言ってたのを、うん、あれかっこいいって俺思ったの。あーはい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 、これムーにもそう思わせねえといけねえわっていうのもあったのよ、うん、あでその後余談だけど、はい、そのスキー場行って、うん、ホテルのモーニング食べたら、うん、エビスさんと会ったっていうのはこれ余談だ、余談だな。これは余談だ。余談だなぁ。その思い出があったから、うん、そっちは、チェーンが余談なんじゃない？なんか、父としてやっぱりさ。いや、わかるわかる、うん。やっぱり免許なきゃいけねえなっていうのもやっぱあった、うん。うん。なんかの時のためにもそうだしね。うん。そう。受付行ったら、まあ、丁寧な、うん、本当に、ちゃんと受付で、ね、うん、あんなタクシーの運転手のビビり散らかし、いや客だから何にもよく来たな、こん棒を持った男が昔の教習所のイメージで言ったらさ、そんなもんやりかねねえなと思ったけど、ハワイの飛行場じゃねえんだから我慢で受付して、うん、写真みたいに撮ったりとかだっけ、最初は写真も撮りましたね。視力検査もして、はいはい、したね。なんか奥の小部屋連れてかれてね、奥の小部屋連れてかれて怒られるかと思ったでしょ。マジで怖かったの。あれ G の耐久テストは、 G の耐久テストはね、だからあるのかなと思って俺も構えて行ったんですよ。平子さんがね話してましたけど、地下5階の なかったです。 G の耐久テストなかったです。うん、あのロケットのやつ、ロケットのやつで時代なのかな、なかったんですか。蹴られながら入って。G の耐久テストだ。鉄格子があって、よう新入り。いやー、それでも、まあ、お金も払って。はいはいはい。なんか、スイカとかでなんか予約とかね、いろいろ、なんかタッチでできるんだって。あー、そうかもね。ね。あの、自動で、あの予約機みたいなやつ、うん、説明も受けたでしょ。そうそうそう。あーあーあー。まだ行って、てないから、はい、ちなみにコースというかオートママニュアルってありますけど、そうオートマで行かせていただきました。お前散々言ってくれてたよな。おい、いやいやいや、オートマです、オートマは雑魚だのひよこの乗り物だのみたいなことを知らねえけど、そういうニュアンスの話を、すいませんでした、本当にその説は。まだ乗車してない、全然全然、二度とひよこの乗り物なんて言えなくなるからね。その乗車とかっていうよりも、うん、まあ、受付自体はそれで終わりなんですけど。いや、もちろん。うん、じゃあ、入校式っていうのがあるらしい。はい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 、シミュレーションとかなんかいろいろやったりする。なんか入、で、最後に先輩にボコられるやつ。超怖いじゃん。入校式。本当に今混んでて。うん。入校式も決まった日にちがあって、はい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 、予約取んないとね、行けないっつって、うん、結局入校式行けんの、うん、4頭なんですよ。でもまあそうだよね、4頭なんですよ。あれキャンセル待ちないの、入校式は。入校式はないって言ってた。あ、ないんだ。うん、実写とかはね、あの学科とかはあるけどね。そう、そっからスタートです。だから
僕の。はあ、でもいいじゃないですか、春のいい区切りで。まあまあね。それまで本当に車眺めて、カタログでも見て、これに乗ろうって思わないと、潰れるぜ、途中で。え、もう決めてました？なんとなく見て。いや、決まってないけど、なんかモチベがやっぱないと。うん、ああ。そうだよね、確かに。うん、心折れそうだな。9ヶ月以内でしたっけ、なんか。あ、ある。受験、そうそうそう。勉強し始めてから9ヶ月以内に取らないといけないですよ、ね。あの、卒業しないといけない。そうそうそう。だから、どんなに忙しくても。だから、俺もそうだからね、目黒であそこで、仕事と仕事の合間に、うん、本当学科1次元だけとか、うん、実写 1回だけとか、うんうん、普通みんな3時間とかギュッて詰めていくじゃん。はい、はい、はいはいはい。俺はもう1次元のために行ってたからね。で、また戻ってとか、そこから帰ってとか。はい、取れないから、まずそのぐっと固めて、予約もいっぱいで学生もいっぱい、うん、学生すげえいたしね、うん、なんかファイルみたいなの持ってみんな移動して、はいはい、うん、おい久しぶりじゃんとかって男女が話して、うん、あんなのねえからな、知り合ったりとか話したり友達になったりとかないものと思った方がいい。ドライビングスクールライフないの？ない。ああいう、え、俺見せつけられてんの、あれじゃ。この人一回執行した人なんだろうなって思うよ。実際言われた、今日、先生に言われたからね。一回執行しました？いやー、あいつら東京来る前に地方で取ってこいよ、マジで。で、東京で取るんだよ、わざわざよ。いや、大学東京受かったから、ああ、いいよ、俺東京で取るわ。そんな奴らに囲まれるんだぞ。うわ、怖っ。怖え。俺が散々喋ったろ、そうやって路上あったり、路上に出る瞬間、言ってました、学科で刺されて答える瞬間、赤、うんうん、変なとこしか前の方しか取れなかった屈辱、はい、こっからさまざまな困難が待ち受けてるぞ。怖えよ、マジで怖え。そんな中で、うん、川崎のドリフトをお前に見せつけてほしい。かまさねえよ、俺、ドリフト。最初の、実写で。川崎ドリフト、うん、最初の実写で。ギー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 って、キーッと思って、教官が、ふぅー。オートマでドリフトできんの分からないけど。ギアチェン必要なんじゃないの分からないけど。曲いきましょう。アネラで希望の声。やがて雨上がり虹が出て、冷たい風は闇光さした。何気なかったその一言、明治アーモンドチョコレートは今年で60周年。新たな気持ちでお客様に変わらぬ美味しさをお届けしてまいります。カリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。明治のこだわりの詰まった一粒、ぜひお試しください。TBS ラジオ公演、桂文珍大東京独演会。4月28日金曜日から30日日曜日の3日間。国立劇場小劇場で開催。お客様の声で演目が決まる大好評リクエスト寄せを今年も行います。
日替わりで登場するゲストにもぜひご期待ください。チケットは全席指定税込5500円で3月4日土曜日午前10時に発売です。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 まで。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナーは今年で誕生60年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということで、こちらのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています。はい、では参りましょう。福岡県ラジオネーム、仲良く行こうぜ。このラノベいいよ、おすすめ。ダザイと同じとこついてる。そうか。ダザイか。あえて ラノベでっていうことなの？でも、凡人が見ても気づかないんだろ、そのダザイのところは。そもそもちげえしな、多分。編成ものじゃねえかよ。何も分かってねえ。読んだことねえだろ、こいつ、ダザイなんか。1ページも。続きまして杉並区ラジオネーム、フォレストパンク。なーに驚いてるんですか。なん、おかわり無料って言ったのそっちでしょ。驚いてないんじゃないの。いっぱい食べられますんですよ。マジで残すなよ、本当に。あるけど結構ああ。ダメなんだから。くるくるって巻いてギューってして、小さい残りに見せようとする。続きまして。ラジオネーム、砂吹金先生。この旅館で一番幽霊が出る部屋ってどこっすか。危ないよ、そんな選ぶな。なんでだよ。お化け系好きだな。好きだね。ほんとビビってねえねえっていう感じのやつ好きだな。お化け香ばしい。続きまして、ラジオネーム、お肉総帥。千と千尋の神隠しの俺のオリジナル考察聞く？散々言われてんだお前。ネット情報だろどうせ。どうせないよお前の。散々言われてるからね。あの時お父さんとお母さんはだろ。もういいよ。ラジオネーム、新潟県ラジオネーム、お主がお寿司。登校中自転車の至る所にミラーつけて走ってるじいちゃんいるじゃん。あれうちのじいちゃん。やばいやつだよ。話題になってるよ、このじいちゃん。ベスパみたいになってんだよ。ライトつけてるベスパみたいなやつ。なんで言うんだよ。神戸市ラジオネーム、てるてる坊主。俺が嫌がってるところも、絵的に必要だよね。いや。最悪だ。気分悪いわ。なんだよ、こいつ。何の絵だよ。うん。何が回ってんだ、カメラが。分かってるみたいな感じでさ。言うね、でも。言うだろうね。言うだろう。で、俺らも、俺らはもう言ってたと思うよ。うん。一般の人でもあるよ、多分。絶対言ってた。俺らも多分言ってたから、それは。反省っていうか、分かり合わなきゃダメだよね。いやー、香ばしいね、これ。これはいいですね。トンネルズのせいじゃないですか、これはもう。こういう裏っ側も。そうだね。そう。真似したくなるのは分かるじゃないですか。やっぱり。分かる。うん、
トンネルズのせいだね。トンネルズのせいですね。偉大なんだ、やっぱりそれだけ。すげえな。続きまして。ラジオネーム、前蹴りジャクソン。どっちが飛行機の羽の近くまで行けるか、勝負だか。バードストライクになっちゃうからダメよ。絶対ダメ。大事故になっちゃうんだから、これ。絶対ダメなんですよ。カラスさん。あれ、チキンレースだ。ああいうことだ。バードストライク。近くも行ったら思った以上の急に来て、シュー故障しちゃうんだから、エンジンが。怖いよね、俺は。続きまして、大阪府ラジオネームシンクロ。あー、歯茎にうなぎのここね刺さんのマジ気持ちいい。これは何違う何だ何だすごいな。人だよね。人でいいんだよ、まずね。まず人ならざるもの雰囲気があるね。いな続きまして岐阜県ラジオネームサンデーキャンディ。ちょっと水嶋ヒロ想像して、そうそう絶対前髪濡れてんのよ。本当だ本当だ濡れてるな。そうね、うんうん、濡れ髪そうだね。前髪すげえ濡れてたでしょ。濡れてる。香ばしいのこれ。わかんないけど。続きまして、ラジオネームガイルカーコイル。危険な罠がありそうで一つもない遺跡作ったんだけど、未来のやつらちゃんと気づいて突っ込んでくれるかな。民族上の掘り物が壁いっぱいに口んとこに穴開いてて絶対嫌飛んでくるじゃん。ちっちゃい嫌がシュッシュッシュッ台座に水晶置いてあって何もない何もない。ちょっと読む前にヘラヘラしないでくださいよ。ちゃんと読んでくださいって。目に飛び込んでくんだもんこれ。すごいな今日。ちゃんと読んでよ。なんだこれ。これ間違えてないコーナー。ラジオネーム、長崎県ラジオネーム赤バネザウルス。うちの息子マナティとジュゴンの違いもう理解してるんです。ほら言ってあげて。幼稚者の面接。その違いは香ばしくねえだろ。何なんだよこれ今日の。ということで引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何か送ってください。受付メールアドレスはすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。今なんで今鼻がやつがいやもう作家含めて3人とも花粉症ってある。みんな鼻が重いんだよ。本当につらいよね。隅々昨日あったかあったから。平子さんああごめん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 忘れてた。ごめん。まず CM だからそこで。CM に入るかも。もうちょっと待って。ここちょっと長いけどもうちょっと我慢すれば CM 行きますから。先週もそしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ5種詰め合わせセットをプレゼントします。アーモンド、マカダミア、香るカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオの5種です。欲しい方は住所と本名を忘れなく。はい、香ばしい直火ローストメールお待ちしております。
あーもうどうしよう。何があったの？実はそのほらほらそれはなかなか香ばしい話だね。カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレートを食べて忘れちゃいな。さすが、うん、60周年のアーモンドチョコレート、よし頑張ろう。 TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル、7月6日木曜日、東京赤坂サントリーホールで開催。スメタナ、モルダウ、ドボルザーク、チェロ協奏曲新世界より、黄金のスラブプログラムを名門スロバキアフィルとチェリスト笹沼達希がお届けします。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくはコンサートイマジンチケットセンター 03-3235-3777 03-3235-3777 または TBS ラジオのホームページイベント情報まで。アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。さあということでアルコ&ピース DC ガレージ、あっという間ですがそろそろお別れの時間です。はい、はい、いや坂井さんの自動車免許、うん、教習物語も始まりましたね。あでもちょっと先ですけどね、ちょっと間空くのか、はい、そっからでも行ける日は取っとかないと。年内だね、年内ってことか。そうだね、間違いなく年内だ。うん、夏行くのか。そこまでやっぱバギーも探しつつ、いやバギーです乗るのは。バギーではないです。トゥクトゥクは冗談でしょ。トゥクトゥクもバギーも冗談だと思ってる。帰ってきたよこれ、全部帰ってきたわね。こういうことか、ひな人形しかり。本当に嫌でしょ、いろんな自分のパーソナルをバカにされるわけだから。確かに、うん、嫌な気持ちになるね、うん、そう確かに。しつこいなこれまた、なんで全部返ってくるもんだね。やっぱりね、こういうものっつうのは。これからも恐ろしいな、いろんな。俺もっとしつこいからね。ですよね、先にやられたぞ。してるしてる、ですよね。倍の倍の倍返しですもんね、ま、ですもんね。もちろん覚悟してる、覚悟してる、つらいな。奥さんはなんかこういう車がいいとかなんか言ってないの？希望はないの？ヤマトあんまないかな。むしろシェアでもいい。シェアバギー？バギーシェアバギー聞いたことない。タイミング出してないだろ。バギー、シェアバギーは。チャイルドシートどうすんだよ。かわいいな。チャイルドシートの下にスプリング小さいの。かわいいなそれ。いや楽しみです。ちょっと頑張ります。ということで TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイでございます。はい、ここまでの相手アルコ&ピースの坂井健太と平子祐希でした。And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man. This is real as a gift. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with a mortar and bottles of the ace when they say. 今日の開運シェアポイント。明日の運気を上げたいあなた。今日の開運シェアポイントは、僕は牛若丸ですが、平子さんは偽弁慶で、後で本物の弁慶に懲らしめられます。ラジコのアプリを使って今すぐシェアしよう。聞き直していいですか？僕は牛若丸ですが、やばい。I told my mom's not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gonna pay rent no more. I put my team in position. 毎週日曜午後8時から放送している石橋貴明のゲートセブン。WBC チェコ共和国対日本戦が行われる3月11日土曜日、赤坂の TBS 放送センターで番組の公開収録を行います。抽選で50人の方をご招待。タカさんに会いたい、野球の熱いトークが聞きたいというあなた、ぜひご応募ください。締め切りは3月3日金曜到着分まで。参加者には番組オリジナル T シャツなどのプレゼントも。応募方法は番組ホームページをご覧ください。
90.5MHz TBS ラジオ。ワッチ。スマホで誰でも簡単にライブ配信。みんなのライブ配信は。ワッチ。ふわっちが一時をお知らせします。